これはですね、ローリエというブランドのドクターウォッチですね。ちょっと、秒針の上に、書いてあるんですけれども、LORIE っていう、まあ、無名なメーカーですよね。まあ、後からちょっと調べたんですけれども、どうもシアーズの、時計ブランドだったみたいですね。まあ、多分これも1930年代の時計ですよね。ちょっとアールデコでデザインも面白い。ちょっと開けた、裏もちょっと開けてみましたけれども、こうやって、ヒンジですね。ヒンジ式になってますね。で、ここに、こうやってヒンジ式になって時計が中に入ってますけど。まあ、後で時計ちょっと機械をお見せしますけど。まあ、大した時計じゃないんですけれども、デザイン的にね、とてもいいですよね。シンプルで、いかにもドクターウォッチっていう感じの時計ですね。